で、えー、ここでもう一回またね、あの別のおもちゃを出します。すいませんね。これはあの、1950年代のおもちゃで,ですね、ラジオステーションっていうんですけども、あの、まだ無線機が難し、あの、珍しかった時代に子供たちがですね、この、 無線機のおもちゃっていうのを使ってですね、無線ごっこっていうのをするわけですね。このマイクでですね、あーって喋ったら、こっから長いコード出てて、別の無線機に、無線機じゃないんですね。まあ、電話なんですけども、その繋がって遊ぶっていう、まあそういう遊びをするおもちゃなんですけども、よいしょ。まあいいですよね。ここのところプラグさしていろいろ通信先入れ替えて、磁石が、方位磁石がついていて、ここになんかランプがついていて、それっぽい。 アンテナがついているというおもちゃです。で、こういうですね、すべてプラスチックでできたおもちゃにですね、まあたい僕の世代の子供たち、まあ僕よりはちょっと上の世代かな、まあめちゃくちゃ憧れたんですよ。で、日本でもこういうプラモデル、海外製のプラモデル、あプラモデルじゃないんだおもちゃですね。アメリカ製のおもちゃって売ってたんですけども、まあ、銀座ぐらいでしか売ってないんですよね。で、めちゃくちゃ高いです。アメリカ製のおもちゃって大学での初任給が、 一万三千円だった時代に平気でね、三千円ぐらいしたんですよ。つまり、今から考えたら、物価が二十分の一の時代だから、まあ、六万円ぐらいしたわけですねで。なんでそんなに高かったかといえば、アメリカ製だから、輸入品だからです。 あの、輸送コストが高かったんですね。で、当時のアメリカ製のおもちゃっていうのは、現地で買う3倍も4倍もするのが当たり前で、だいたい現地で500円ぐらいのおもちゃ、アメリカのおもちゃが日本に持ってきた2000円ぐらいっていうのは当たり前だった時代です。で、こういう海外製の、海外製だから高くて当たり前だよなというものをですね、薄来品というふうに言いました。薄来品ですね。おもちゃでもウイスキーでも家電製品でもですね、薄来品、つまり海外の品っていうのは高くて、 憧れの商品だったわけですね。で、ところがですね、これはあの、僕が今週の水曜日に買ってきたですね、マクドナルドのハッピーセットの、まあおまけなんです。ハッピーセットのおまけで,ですね。470円でですね、あの、ハンバーガーとポテトとドリンクがついててですね、でこの、まあ、トーマスのですね、あの、おもちゃがついて、トーマスシリーズのおもちゃがついてくるんですけども、実はこの、 トーマスシリーズの機関車のおもちゃだってですね、舶来品なんですよね。まあ、中国製ですけども。これもです海を渡って海外から来たから、本来高いはずなんですけど、でも激安です。あの昔、あの海洋ン専務が言ってましたけど、マクドナルドのハッピーセットのおもちゃっていうのは、大体、原価15円から20円ぐらいでできるように作ってるそうですけど、15円ぐらいだと思います。で、中国は隣の国だから、 まあ安いんだろうって。まああの、輸送費が安いって考える人がいるかもわからないですけども、違うんですよ。ハッピーセットって世界中で同じ値段で売ってるんですよ。だから、あの、中国の反対が地球の裏のブラジルでもですね、ハッピーセットはおもちゃ付きで470円ぐらいで売ってるんですよね。だから、あのー、これやっぱね、物の会場輸送が安くなったからなんですね。今日の話全部これなんですけどもちろんコンテナ革命によるですね、輸送費が激安になったおかげで、 中国で作ってるハッピーセットのおもちゃが、あの、海の向こうのブラジルでもですね、日本でも全部470円ぐらいで、おもちゃ付きでハンバーガーとポテトとドリンクが買えるようになったわけですね。で、しかしですね、まあ、あの、あの、輸送費が激安になると世界中から安くていいものが手に入るんですよね。で、100均でいろんなものが買えます。僕ら、たい100均でかなり高性能のものを買ってますよね。でも困ったことが起きると。えー、さっきこのおもちゃですね。 えー、このおもちゃね、パッケージ、箱というのがあるんですけども、箱が、ここにあります、えー。レムコエレクトリックレディオステーション。これなかなかかっこいい箱でしょう <laughs>。これあの、このおもちゃの箱なんですけどもですね、あの、当時のおもちゃっていうのは、この箱の蓋を開けると、裏側にですね、説明書が付いてたり、まあ、電池の取り替え方とかですね、大体箱の裏側に書いてるんですよ。でそこにメーカーの住所も書いてあります。で住所を見ると、 これですね。えー、こいつです。レムコの住所ですね。えー、レムコというおもちゃメーカーはですね、えー、ニューアークですニュージャージ州ニューアークにあります。ニューアークというのはニューヨークの隣の町ですね。大